今東北道かな、東北道の栃木県まで来たかな、栃木県の佐野サービスエリアまで来ました。今日ねここで寝ようかと思ったんですけど、ここちょっとパーキングが狭いですね。これちょっと、朝早く周りにトラック止まっとったらちょっと出られんな、どうしようかな。でね、あともう一個ちょっともうちょっとしたミラクルが起こりまして、ミラクル今ちょうどここと止まったでしょう、見えます？ちょうど103000で止まりましたよ。これミラクルですね、これミラクル。どうしようか、ここで止まろうか、ミラクル起きたしね。ということで今日ここでね、寝たいと思います。今日の寝床は佐野サービスエリアです。ちょっと休憩します。はい、今ね、東北道栃木県のね、宇都宮にあります上河内サービスエリアまで来ました。こっちの方が広いですね、サービスエリアね、結構広いしね、正解こっち来て、今日ね、そういや誰とも喋ってないですよ。さっきも言いましたっけ、誰とも喋ってないし、誰とも会ってないし、もうね、孤独が好きな方とか、もう会社でいろいろあるでしょ、しがらみがね、いざこざが、そういうのがね嫌いな方ね、長距離トラックいいですよ。僕今日誰とも会ってないですからね、いざこざする人がいないですよね、誰とも会ってないからね。はあ、疲れた。今日はちょっとここでね、のんびりして、こっからまだね、130キロぐらい走らんといけんので、今日ね、ちょっとここでゆっくり休憩して、また明日のね、まあ、朝5時ぐらいかな、それぐらいに出発しようかと思います。で、明日はまたね、荷物を下ろしたら、帰りの荷物電話して聞いて、また移動して荷物積んで、帰るって形ですね。もうね、マイペースでできますよ。のんびり自分のペースで。もう今日なんか特にね、積み込みもないし、荷下ろしもないし、もうほんと自分のペースでのんびり走れますよね。まあ、今日ね、朝5時から走りましたけど、まあね、雨降ってましたけど、こっち来たら晴れてますね。でも関東の方もまた、ね、今日夕方か、ね、明日の朝ぐらいから雨降るみたいですね。ということでね、今日はここでのんびりしたいと思います。また明日、またね。